せーの、やってみるかチャンネル、イエーイ、ありがとうございます。はい、はい、ちょっと私ら無理にお願いしまして、北条選手にオープニングやらせていただきました。はい、北条選手にいろいろお話聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。森脇るかのやってみるかチャンネル、イエーイ。今からはですね、今の北条選手のプレーとか今の状況、環境についてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、まあ、このプロを辞めて三菱さんにお世話になるってなった、この心境であったりだとか、はい、当時どのようなことを感じてたっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、まあ、まず戦力外ということを結構重く、はい、まあ重くっていうか、まあ大体今年で終わりかなとか思ってたんで、そうですね、頭真っ白とかにはなってないですけど、うん、で、うん、何個か話をいただいて、その中でいろいろ考えて家族とも相談しながら、決めましたけど、野球、そうですね、やるならここで、で辞めるなら球団に残るっていう選択肢で結構悩みましたけど、うん、はい、やっぱりそういう野球を続けるっていう方の選択肢を選んだっていうことに関しては何か大きな理由というか、はい、まあ大きな理由は、まあ、一番はまだ、今年で30なんで、まだ体も動くし、っていうのと、まあ、辞めた人がからの話で、まあ、辞めるのはいつでも、はい、できるんで、そのやれる場所があるなら1年でも長くやった方が後悔しないよって言われたりとかしたんで、はい、やろうと思います。大会とかはまだ始まってないと思うんですけど、はい、準備期間として今の体の状態っていうのはいかがですか？まだまだ上がるとは思ってますけど、まあ、結構ずっとここでやってるんで1月から結構寒いんですけど、寒い中、まあ、体もちょっと絞れてきたりとか、はい、出来上がってるというか、まあ仕上がりはまだ予想以上にいけてると思います。それはその今までプロでやってきたこの時期と比べると、いや、この時期はもうキャンプ行っててもうすぐ出来上がるんですけど、なかなかキャンプ行くまででこっちの寒いところでやって出来上がるというかちょっと仕上がるっていうのがなかなか難しいかなと思ってたんで、まあ、その中でもまあある程度は仕上がってきたかなとは思います。やっぱり社会人のチームのこういう環境とプロでやってた環境って全く違うと思うんですけど、はい、ここが一番違うなっていう困惑した部分みたいなのは、困惑じゃないですけど、まあ、やっぱプロの方が環境的には恵まれてるなってすごくもうほぼ毎日思ってます。まあ社会人だとバッティング練習みんなでやって、でバッティング練習したそのボールとかってもう打ちっぱなしみたいな、はいはい、もうだいたいフェンス際にブワーって全部ボール落ちてて、ほんでバッティング練習終わってからみんなで拾いに行って片付けてとか、そういう時間が、まあ、プロにはないんで、裏方さんとかが守ってますし、ボール拾ってくれるし、準備とかもまあ、多少はやりますけど、でほとんどやってくれますし、そういうなんですかね、ただただ野球にしっかり時間使えてるなと思いました。プロはやっぱ雑用というか、野球以外の部分で結構時間が食っちゃうんで、もうそのなんですかね、その時間がなければもっと練習できるなとか思ったりとか、でもそれはしょうがない部分で、だからこういうのも経験だなと思いながらやってます。
逆に懐かしくならなかったですか、その高校時代を。いやでも匂いとかしてて、いや高校時代もあんましてないですよ。あ、そうなんですね。いや部員が多いんですよ、はい、高校時代。じゃあ上の人が売ってたら下級生がこう、あ、そうですね、とか、あの守ってるんで、うん、今思えば、はいはい、その今野手で19人とかですかね、はい、20人いないぐらいでやるん でピッチャー別じゃないですか、で、まあ、全員で合わせても30人なんで、あの高校生もっとおるじゃないですか、はい、でだからであとピッチャーと野手とか分かれずにみんなでやるし、だからバッティングの班守備の班とかで分かれるんで、ボール拾いっていうより、あ、こんな感じでボール拾いするのは初めてですね。あ、そうなんですね。人生で。人生で。多分そうじゃないですかね。まあまあ長い野球人生の中で初めてのボール拾いだったんですか。多分そうだと思います。それはなんかある意味発見もあったと思うんですよ。プラスになる。そうですね。そういう、まあ、拾いながらもちろんチームメイトと会話する。ああ、そうですね。結構会話はその時に、その時結構しますね。うん、はい、あのバッティングどうなんとか最近。いや、まあ、そういう話は、あ、そういう話、野球の話はあ、もうプライベートの話とかが結構多いです、ボール拾う時は。で普通に野球話するってなったら、他の野球しながらとか、うん、ティーしてる時とか、ティー、あのバッティング練習、あ、まあ、ティー終わってからとか、うん、っていうのでコミュニケーションを取ってるぐらいですかね。はい、意外とこのチームにはすんなりと馴染めましたか。そうですね、あの僕より年下の選手がいっぱいいるんで、だからやりやすい環境で、はい、まあ、僕もあのフレンドリーに行こうと思ってますし、うん、でだから喋りかけてくれますし、はい、だからやりやすいですね、はい。今この現状的にはここで働きながらっていうわけではなく、野球チームに所属しているっていう選手だと思うんですけど、はいはい、そうですね、一日のこの動きみたいなのってざっくり教えていただくと。今日みたいな日は2時から練習で、あのみんなが会社に行ってる時は朝は8時ぐらいに起きてます。起きて、まあ家族いるんで家族の時間があって、なんか、なんすかね、なんかして、で11時、45分とか12時前ぐらいにこっち着いて、山下っていう子が僕と一緒の契約みたいな感じなんで、はい、で2人で室内12時ぐらいから打って、まあ大体1時間ぐらいですかね、2人で投げ合って、で1時ぐらいにこっち帰ってきて、で準備して、準備、練習行くっていう感じですね。2時からは全体練習の前のその2人でやってる時間で投げ合うっていうのもまた、はい、あ、まあそうですね、今まではなかった経験。そうですね、ないですね。だからマシンもあるんですけど、マシンを1回1回出して片付けないといけないです、はい。あのプロが、まあ、阪神の時は、室内に行ったらマシンバッて置いてるじゃないですか。もうセットされてる、セットされてる、はい、だから一人で、マシン打ってボールだけ拾ったらいいですけど、なんかまあ甲子園の室内より狭いし、でだから一回一回出して直してっていうのがちょっと面倒くさすんで、で投げて、で僕結構してた練習というか、あの前から L 字張って、でピッチャーが緩い球を投げてそれをセンターに打ち返すっていう練習をしたいなと思ってたんで、ちょうどよかったんで、うん、2人で、1人やったらどうしようと思ってたんですけど、だから2人で投げ合ったらいいかなと思って、まあ、大体1箱、まあ、100球ちょっととか打って交代みたいな。でだから20分、1人20分ぐらいですかね、で投げ合ってやってます。100球投げるのも大変ですし。いや全然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 大丈夫です。もう慣れまだまだ、はい、もっといけるぐらいです、はい。そう、なんかプレースタイルみたいなのはそのご自身の中では
やっぱ変えた方がいいのかなっていう部分と、はい、いややっぱりこのまま突き通すべきだっていう部分あると思うんですけど、はい、今はどうですか。まだ試合してないんで、で、あとみんなの試合の姿も見てないし、まあ自分自身はどうですかね、プレースタイル、自分のプレースタイルはちょっとあまりよく分かってないかもしれないです。迷子中ですか。あのこっち来てもそういう場面で何かやってくれそうなっていうふうに、あの見られたい、見られたいというかやりたいし、あのそういうスタイルっていうのは、はい、やりたいなと思ってます。これからもし試合に、まあ、もちろん入っていくっていう中でチームとしても個人としても何か目標みたいなのありますか。まあ、チームとしてはあの都市対抗日本選手権優勝っていうのはあのみんな言ってるし、まあ、それが僕の、まあそうですね、社会人初めての経験なんで、まず予選からなんか都市対抗の予選っていうのを経験したい、したいというか、あの話に聞くところでは結構緊張感あって、まあ、負けたら終わりなんで、でそういう経験もしたいっていうので、まあ、そこを勝ち抜いて、そういうあの緊張感ある中で結果出したいなとか思ってますし、でやっぱ本戦になるとまた違う雰囲気で東京ドームとかでできるん でそこでやっぱ大舞台っていうところで結果出したいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、始球式への道っていうのを今やってまして、はいはいはい、ピッチングをこう教わったんです。ああ、はい、で何か投げます。思いっきり、思いっきりというか今のいける範囲で投げますよ。はい、はい、全然いいですよ。え、ほんまですか。いきますか。じゃあ始球式と思って、ちょっと近いですね。それ近いか、これぐらいです。はい、おお、グッタマ、え、めっちゃいい、回転めっちゃ良かった。手痛っ。え、めっちゃナイスボールやけど。これちょっとあの NPP での始球式を目指して、あ、アピってる、これで。そうです、動画でアピ。あー、いけんじゃん。え、めっちゃいい。なんで。まあまあまあ、はい、続ける。はい、確かに東京ドームに投げたら。東京ドームいいですね。え、めっちゃいいよ。こんな感じでございます。え、めっちゃいいよ。え、二橋より回転いい。え、実はこの年になってまだまだ成長できるなと。え、な、誰と一緒やったっけ、同級生。タイガース、タイガース、小野寺ダウン。ああ、じゃあ3つした。小川一平とか。ああ、はいはいはい、なるほど。でもまだまだいけるし、ま、20代よ、今年27です。はい、成長できますか。できます。できます。いけます。まだまだ成長いけますか。いや、わからん。これはちょっとわからん。今年から30やから。メッセージ、やってる時間っていうかあっという間なんで、それを噛み締めてほしいな。やってる間に、試合やってる時とかに、ああ、甲子園でやってるわっていう。よし。いいですね。いいですか。語ってんな、なんか。語ってる。僕もこう試合してるとあんまり感じないですけど、あそこで立てる人ってごくわずかですもんね。はい、そうです。そうっす。何回も、まあ、17試合かな、僕は4回出させてもらって、試合数は17試合ぐらいしたんですよ。やばないですか。17すごいですね。29打点もありますしです。あ、そうそうそう、うん、通算29。はい、何でしてんすか。知ってますよ、それは。さすが。